はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安江でございます。白血病闘病生活の気晴らしい公園から動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になっておりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、見てください、公園でございますね。今日もね、まあ誰もいません。まあおらんところでこう撮影をしてるんですけども ね、この前のベンチのところでね、撮影したかったんですけどね、先客がありましたので、どうもなかなかちょっとすいません言うてね、今から動画撮りたいんでっていう風に言うて、どいてもらうのもなんかちゃうなって思ったんでね、ちょっとこういうなんかいっぱいあるでしょ、木がねこう絡み合ってるようなところが、まあ屋根になってるねところって、まあどこの公園にもあるじゃないですか。そういうところを、選んで撮ってます。まあね、周りに誰もいないんで、ソーシャルディスタンスはいい感じかなと思ってます。まあこんなね、のどかな公園で話す内容でもないんですけども、まあそのね、先日そのイギリスでね、その新型ウイルスの予防接種がね始まりましたね。初日からね5000人もの人が接種に来て、これでねちょっとだけまあ一安心ですよねって感じです。まあそのまあイギリス人がね、まあ、5000人って言いましたけど、そのまあ同時に5000人のもの人が一つのね病院にガッと駆け寄ったわけじゃないんですけども、まあ、きっとねその予約などでねしっかりこう順番があるはずなんですけどもね。でちなみにね、今日の僕もね予約で病院に来ております。予防接種ではありません、歯医者です。もうね、やっとね治療してもらえるわって感じなんですよ。ほんまにね、今日のこの日をどんだけ待ち望んでいたことか。もう大変でしたよ、ほんまに。もう前回のね、その歯医者の通院のね、日の晩にですよ。治療をして帰ってきた、その晩にですよ、ほんまに。夜、帰ってきた夜にね、まあ、以前に、治療が終わっていたはずのね、まあ、別の歯に詰めていた詰め物がね、取れてしまうというね、まあ、なんてタイミングの悪いね、外れ方をしたんやろうか。という、ね、感じなんですけども、まあ外れてしまったのは、まあ、たまたまなんでしょうけどもね。まあでもこのタイミングでね、その外れるようにねこう細工されてたんかってね、疑ってしまうほどの、ね、タイミングでしたのでね、もう裏切られてへんけど、なんかこう裏切られた感がね半端なかったです。そんな思いからね、このまあ23日間が経ちましたけどもね、まあ、よく我慢したと思うんですよ、ほんまに。自分でもね、もうだから詰め物が取れてからね、まあそこに食べ物が詰まるわけなんですよ。まあまあちゃんとね歯磨きをすれば、まあ穴に入った大きな食材は取れるんですけども、それでもね、その取りきれない小さな食材をね、こう無理やりでもね、その取り除こうとしたらね、もう今度はね歯茎が痛くなって血が出ますよ。で血が出るということは痛いんですよ。で痛いということはね、もうその瞬間にね歯磨きをするテンションじゃなくなります。でその後のうがいはちょっとこうあったかいねお湯じゃないとね、その患部がねすごく染みます。もうね、あの痛さはねほんまたまりませんよ。ね、もうほんまにこう痛いということはね、まあ、ひょっとしたらそこはね新たに虫歯が進行してしまっていて、穴が大きくなってしまって、そのせいで詰めていたものがこれポロッとね取れたのかとね予想されます。まあそうではなかったらいいですけどもね。でもほんでね、まあ、今日のね希望としてはね、まあ、もちろんこの詰め物の取れた部分をねなんとかしてもらうのが一番なんですけども、まあ、前回にその歯型を取ったので、歯型ね、こっちのもともと銀歯やったところの歯型を、きれいにしようということで歯型を取り直したんですよね。でその歯型がもし完成していたら、新しい歯を入れてもらって、今日はねひょっとしたらね返されそうなんですよ。あれから23日経ってるのでね、よう数えてると思うでしょう。僕もね23日にカレンダー見たら経ってたんですよ。さすがにね完成してるやろと思うからね、今日は詰めてくれると思うんですよ。でもまあ、ね、その新しい歯を入れてもらっても、まあ、何としてでもね、その続けざまにね、その詰めてるものが取れたところをね治療してほしいもんなんですよ。で今日やってもらうとね、もうひょっとしたら年明けになってしまうかもしれません。次ねこの詰め物をね詰めてもらうことがね、もうそこまで我慢できませんのでね、さすがに僕もね。だからね、もうこの気持ちをほんまに強く望んで、もうそろそろね時間なのでね、今から歯医者へ行ってきます。
で、まあ、今日のね結果はねまた明日ね報告させていただきます。そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。青空の下気持ちいい。